これより会議を開きます。この際ご報告いたします。お手元に配布いたしましていたしております通り、今会期中本委員会に参考送付されました陳情書は、拉致被害者奪還につながる対応を求めることに関する陳情書ほか2件であります。また本委員会に参考送付されました地方自治法第99条の規定に基づく意見書は、横田めぐみさんをはじめとする拉致被害者の一日も早い帰国を求める意見書ほか2件であります。次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。北朝鮮による拉致問題等に関する件について議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中審査案件が不択になりました場合の所見についてお諮りいたします。まず閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣機関、派遣地等所要の手続きにつきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中審査におきまして参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時人選等につきましては委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします。